どうもこんばんは。気まぐれ羊放送局ですけれども、どうも。はい、今日はですね、私一人で、お届けしたいと思うんですけれども、青木さんの投稿にもあったんですけれども、今手術を実は してましてっていうか、まあ終わっているんですけども、まだ入院中でですね、今週一応戻る予定になってるんですけども、ですので今日は僕一人でちょっとお届けしたいなと思っています。なのでひろみチャンネルの方もぜひ、こちらの方にいらしていただければと思います。はい、なんで今ちょっとバンドの方はですね、練習も休止して、なんて言うんでしょう、整えているというか、体調を整えるのもですね、バンドのお仕事ですので、まあ、僕もそんなに若くないんですね、ですね、まあ、その辺もちょっと、考えながら気を使いながら、バンドを進めていくわけですけれども、まあそんなところで、練習もね、また2月になったら再開する予定ではいるので、まあ、様子見ながらなんですけども、またちょっと応援してもらえてればな、応援していただければなというふうに思っています。はい、そんなことで、じゃあ始めましょうか。どうも皆さんこんばんは。今日は1月の19日金曜日、22時を回りました。気まぐれ羊放送局、鈴木聡一郎のボーカル&ギター鈴木聡です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、この鈴木聡っていうのはですね、なかなか言いにくいんですね。前も同じような話してるかもしれないですけど、私も50年以上生きてましてですね、鈴木聡がもうシュ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 になっちゃうんですよね。本当に困った名前でですね、いまだになれない。これ死ぬまできっとなれないんでしょうね。そんな風にちょっと日々感じながら過ごしてますけども、そんなことで今週は、ずっと私も投稿してました。毎日投稿頑張りましたね。今週はエミリーのおしゃれフリークにですね、我が鈴木聡一郎のロックンロールマジックを、流していただきまして、で、全国コミュニティ FM 31局ネットで、お届けしたわけなんですけれども、先ほども僕もさっき今聞いてたんで準備しながら聞いたんですけど、 FM チャッピーですね、埼玉の入間市の番組を最後にですね、今日番組このクールというかが、無事終了しました。はい、僕もどのぐらい聞いたかな、結構聞いて多分7、8曲は聞いてますね。1日2曲聞いたとこもあるので、そんな感じで自分の曲っていうのもあるんですけども、飽きないし、やっぱとにかく紹介してもらって流してもらえるっていうのがね、本当に嬉しくて、サブスクというか、普通そういう音楽環境、配信環境だとこう、なんて言うんでしょうね、聞きに行かないと、取りに行くもの、CD とかもそうなんでしょうけど、取りに行くものですけれども、ラジオっていうのはこう紹介してもらうっていうね、届けてくださるっていう、そういう環境の中で聞くっていうのは、やっぱりこう自分がこう与えてるっていうか、なんだけれどもこうギフトとして返ってくるみたいなですね、そういう何とも言えない言い知れぬ感動を、その感動を味わうためにですね、僕は1日2回3回と聞いてですね、喜んでましたけども、はい、本当に良かったことたくさんあったんですけど、これ家族で聞いたんですね、ある回を。何の時だったかな、沖縄の時、先週か昨日かな、兄と聞きましたというのも、ちょうど7時半とかそういういい時間にやってて、これ僕がやったって曲なんですよなんて話したら、おお頑張ってるねなんかって言ってくれて、やっぱりこのもう どんな小さな形でも人前に出る仕事っていうか、をやるってことはすごく大事だなというふうに思ったし、非常にありがたい話だなっていうのを感じました。そんな感じでしたね。でいろいろこう反響もいただきましてありがとうございます。コメントとか、あるいは DM とか、
いただいて、あのツイッターとかね、あ、ツイッター X っていうんですね、今ね、あのいただいたりなんかして、あ、すごく嬉しく思っております。でどこで弾けるんですかなんかって言ってくださる方も いたんですけども、いやこれからですよなんか言って、答えてましたが、まあ今後またね、今日で一応放送終わりますが、あのしばらくまた YouTube で、しか聞けなくなるんですけども、また自分自身としてもですね、もっと営業して、いい形でお届けできるなんか、ね、いい形でお届けできるように、やってみたいなと思ってますんで、またこれからも乞うご期待ということでお願いいたします。あ、そうそう、でね、FM チャッピーって言いましたでしょあの私先週 FM サナエって言ってたんですよね。これあのチャッピーってもうその時点でも全く解読見当つかないんですけど、お茶って字にですね、笛って字なんですね。でお茶笛って言うんですけど、それがチャッピーって言うんだよね、というふうに、あのこうに相性なんでしょうか、本当の名前は本当にわからないですけど、あのそれですね、あの笛って字草冠なんですけどね、あのあ違う竹冠か、で草冠に見えちゃって、あの苗っていう、さなえなんか言ってですね、人の名前みたいになっちゃったなんですけど、全くの間違いでどうも失礼いたしました。 FM チャッピー、でした。はい、まあそんな感じでしたね。あとはエミリーさん、エミリーさんとの出会いは、あの小川さんを通してっていうか、まあ小川さんはギターの人なんですけど、カンバスっていうグループやってる人で、そのロックンロールマジックっていうその曲でギターを弾いてるんですね、小川さんがギターを弾いてもらったというかまあそれで、まあ、小川さんはすごく、もう歌もね、歌ももちろん男前 でギターの腕もねすごいっていうか大したもんでですね、とにかくね、まあしょっちゅう俺この小川さんの話するたびにみんなに言ってるんですけど、リズムがいいんですよね。とにかくあのリズム、もっと具体的に言うとリズムにムラがない、うん、まあそういうリズムにムラがないっていう言い方が、あのまあ褒め言葉なんですけど、とにかくねノリが一定っていうか、グルーブとかノリとかってよく言いますけど、四分音符の捉え方がずっと一定なんですよね。それってすごいギターが上手くないとできないんで、まあもちろんこういうあのソロとか、あのそういうカッティングとか、まあカッティングもバッキングだけど、まあ、そういうこと以上にこのギターをこう、まあ、ストロークしてても何してても一定のグルーブをこうずっと保ち続けれるっていうですね、すごいギタリストなんで、ね、あのなんでまあそれでまあ本当に力貸してもらおうとずっと前から実は思ってて、で今回そのまあチャンスがあったんで弾いてもらったということなんですけど、まあロックンロールマジックはもう聞いての通りロックンロールをこうやってるわけなんですけども、あのそのお母さんっていうのはそのエミリーちゃんのアレンジャーでもあったりなんかして、でアレンジャーであのエミリーさんの曲のアレンジバッキングとかをやってるんですけど、楓という曲があって、最近のニューシングルなんですけどね、それはまたですねちょっとユーミンみたいなですね、あるいは大貫妙子さんみたいな、そういった70年代、いやいや70年代のサウンドとかこう感じるようなコーラスワークであったりとか、まあそのリズムとかフュージョン的なものとか、そういう縦の、まあ、要するにちょっとあロックンロールマジックとは雰囲気違うんですけどもね、なんだけれどもとにかくそういうギターがうまいもんですからどちらにでもいけるみたいな、まあそんなことでまあ音楽性的にももしかしてかけ離れてると思いきや、そんなことでこうつながりがあって実はオンエアをしていただいたという経緯があります。音楽百景のライブにも見に来てくださったりとかしていて、あの直接実はまだ会って話をしていないんですけれども、あのぜひ、今年は、お会いしてみたいなというふうに思っています。まあ、聞いてくださった方は分かったと思うんですけどね、すごく音楽番組としても
とてもあのセンスのいい音楽を流す、番組なので、あのぜひエミリーのおしゃれフリーク、これからも応援してください。お願いいたします。はい、といったところで、はい、今日はあとそんなもんだったっけ。そうですね、今日はこんな感じで、終わろうかなと思いますけども、はい、コメントは全然見えないんですけどね。 ありがとうございます。こんばんは、ごめんですね、いただいてありがとうございます。はい、羊くんバッジ届きました、ありがとうございます。はい、羊くんバッジね、僕も今つけてますけど、引き続き、羊くんバッジも販売しております。羊くんバッジ、今のところトリオのリリースは羊くんバッジしかありませんので、あのトリオ堂の方で、2個で300円、はい、送料込みでやらせていただいております。あと、トリオ堂今ただいま絶賛3月いっぱいまで送料無料キャンペーンを行っておりますので、まだ、トリオの作品、お買いまだ買っていないものがあったとしたら、ぜひこの機会に、お買い求めいただけると幸いかというふうに思っています。はい、そういったところでしょうか。はい、あとさっきも言ったけど練習は今んとこしてなくて休んでますけど、あの私は今音楽制作を実はしていてですね、まあ実はってこともないですけど、あの人に曲書いています。でそれがもうすぐで出来上がる、カラオケはできるのかなという感じでやってますけど、これがまたものすごくいい作品になりそうなので、発表というかリリースは多分今1月なんで4月ぐらいですかね、新学期の頃に、なんか僕以外の人だったんですけど、なんかリリースができると思っていますので、それは今やってます。明日はアコギを取ります。アコギを取るんですけど、アコギの弦がですね最近買いづらくなってきて、あのなんて言うんでしょうね、弦っていうのはあのこう通すんですけど、穴をね、穴にね、あの弦を通してきっかけ作ってこうぐるぐる巻いていくんですけど、穴に取りにくくなってしまいましたね。私ちょっと本当にね、もうで手探りでこう今やってるんですけど、本当に困ったなと、弦変えるのも面倒くさいんですけど、そんなことで苦戦しながら弦を変え、やってみます。明日アコギを取りたいと思ってます。明日明後日で、まあそんな感じでした。今日ちょっとあれですか、着地点が見当たらないんですけども、そんなことで音楽も、引き続き、やっておりますので、はい、お願いします。そんなところでしょうか。はい、では今日はこの辺で失礼したいと思います。なんか言わせてたかな、大丈夫かな。あ、そうか、来週はね僕飲み会という名の飲み会で、ちょっと26日はですねおそらくいないと思うので、僕の代わりに来週は青木さん一人代わりになると思いますので、ご意見ご感想は青木さんの、あ、いや、ご感想だけな、あ、なんかありましたら青木さんの方に、一つよろしくお願いします。といったところで、本日の気まぐれ7時放送局、お相手は鈴木聡でした。来週は1月26日、パーソナリティは青木ひろみでお届けいたします。どうもありがとうございました。良い週末を。 Have a nice weekend. バイバイ。